長い時間。休み明けの授業は長く感じる。だが徐々にそれも慣れてくる。諦めに似た境地でただ無心で勉学に勤しむと、割とすんなりと昼休みになったりする。楽しみな昼休みのはずなのだが、こういう風景を見るとますますうんざりだな。人ばかりだ。昼休み、購買部の目新しさに新入生は喜んでここのパンを買っていく。だがその率は学年を上がるたびに減っていく。まあ食ってみればただのパンだし、人だかりを作ってまで食べるようなものでもない。学年が上がるたびに徐々に無理してこんな場所でパンなど買わなくなる。それでも俺は新入生どもに混ざって購買に訪れる。ちょっと音でかいか、ごめんね。マスター音楽、ここら辺俺たちちっちゃいか、ちょっとでかいか、どっちがいいかな。この子出てきてないな、まだ今ふと思ったけど、これくらいでいっか。購買部の食い物は外で買うよりも値段が安い。安いのは正義だからな。とは言ってもパンなど買わない。パンを買うくらいだったら、パンを買うぐらいならパンの耳ラスクとサラダでも入れた方がいい。とりあえず新入生を押しのけ、俺は売店のおっさんに注文する。にぎわう売店の横でむっすり座っているおっさんに声をかける。おやっさん、いつもの。ああ、これだな。せわしなく売っているおばちゃんを尻目に、おやっさんは奥から缶詰を一つ取り出す。ほん。いつもすまないな。いや、いいってことよ。ほら。これは。お前の分は60円でいいぜ。マジか。これ G7 缶、G7 号缶じゃねえかよ。どういうことよ。おやっさんはにやりと笑う。すげえ、260g あるやつ。固形量だけでも 200g あるプレミアもんじゃん。こんなのよく手に入れられたな。少しな。まあ、その量だったら誰も我慢せずに食べられるだろう。おやっさんが手渡したものは、ほといの焼き鳥、タレ味だ。焼き鳥缶詰の王と呼ばれる存在。これ、ホテイだったっけ？なんかそんな名前だったよね。糸井かホテイか知らんけど、なんかそんな名前じゃなかったっけ？その中でも G7 号缶は伝説の一品。通常のものの3倍以上の大きさがある。当然、購買部で売られているような白物ではない。というか、貧乏学生が食っていいような白物ではない。おやっさんが卸から俺のために格安で仕入れてくる。もちろんこんな特別待遇が普通にまかり通るわけじゃない。だがおやっさんと俺は普通の関係ではない。んじゃ、あとは頼んだぞ。ああ、問題ない。互いに目で通じ合う。闇で結ばれた関係とはそういうものだ。表の世界の常識では計り知れないのだ。さてと、急いで用意をするか。また来たの。美術室の扉を開けると鳥谷の姿があった。どういうことよ。この女は学校では大体美術室に生息している。どんだけ美術部を愛しているのだろうか。まあ確かに居心地はいいのだが。あんた、また料理とか作りに来たんじゃないでしょうね。美術室で？よくわかったな。大丈夫だ。お前に迷惑をかけるような真似はしない。何言ってるの。料理することが迷惑なのよ。調理の匂いが室内にこもるのよ。臭い、匂い。ああ、そうか。言われてみれば。俺は窓枠をそっと指で拭き取る。何してるのよ。あ、いや、相変わらず美術室は掃除が行き届いてるなぁとな。趣味悪いわね。昭和の姑みたいな真似だわ。そうじゃない。お前がこんなに綺麗にしている美術室に匂いをつけるなっていうのはよくわかると言いたいだけだ。そんなに大切にしてるわけじゃないけど。かわいいとりあえずほこり一つ落ちてない美術室に匂いをつけるような真似はもうしない。ただなこれ若田が所有しているガスコンロと備蓄している米6合あればいい。それさえ貸してもらえば屋外で仕事を終わらせる。屋外で？それよりも今日は米6合もあるのね。なんかいつもより2合も多いんじゃない？ああ、よくわかったな。今日のこいつは特大だからな。そう言って俺は焼き鳥 G7 缶 G7 号缶を見せつける。へえ、そんな形の焼き鳥の缶詰初めて見たわ。ああ、プレミアものだからな。というか、なんでお前が飯に興味を示している？鳥谷は俺が持っていた焼き鳥缶を見つめている。焼き鳥缶ね。いいわ、わかったわ。ありがたい。じゃあ調理器具を貸してくれ。交換条件。俺の申し出などを聞こえないように鳥谷は美術室の時計を見つめる。何言ってるんだか。今からじゃ屋外に移動する時間なんてないでしょ。時間は作るものだ。時間がないとかいうやつは単にやりくりがうまくないだけだ。言葉だけ聞いてると正しいことを言っているように聞こえるけど、あんたの普段の行動から考えたら説得力ゼロね。単に午後の授業遅刻する気でしょ。いや、時間が許せば遅刻などしない。何を偉そうに。時間が許さないって話してるんでしょ。今から外に出て料理なんて始めて間に合うわけないでしょ。まあいいわ。だいたい予想はついてたから。それで、ここからが本題。今日はあんたが美術部で調理することも許可してあげるわ。何驚いてるの？許可してあげるって言ってるのよ。それは願ってもないことだが、何か企んでいるのだろう。お前がただでそんなことを言い出すわけがない。そうね、確かにただとかありえないわよ。なんだ、何が望みだ。そうね、美術室を使わせる代わりに1合分私に分けなさい。ひでえ。これが条件かしら。下道だな、下道。1合分けろ。それは横暴な条件だな。何が横暴な条件よ。いつもより多く炊く気なんでしょ。それはそうだが、多い分はみんなの分け前を増やすという不分率があってだな。ともかくそんな一方的かつ横暴な要件は飲めない。横暴も何も。いつも美術室に鳥だるの匂い充満させておいて大層な言い方ね。学校に言いつけてもいいのよ。いや、確かにそのことは謝ろう。気がつかなかった。だがそんなことをして困るのはお前だぞ。この計画に関わっているのが他ならぬ美術部顧問の若田なんだから、下手したら美術部が存続できなくなるぞ。分かってるわよ。とく、若田先生は隙が多すぎて困るわね。とりあえず学校に言いつけるのは冗談よ。でも交渉は本気よ。1合分けてもらうわ。そう言われてもだな。俺の仕事はとある共犯者たちの集いによりよって成り立っている。3社が3社とも自由になる金がなく、そしていつも腹を減らしている。その一角をなすのは何を隠そう、この美術部の顧問若田清次郎でいいのかな、でなのである。米と道具はそいつが提供することになっている。さらに具材はおやっさんが提供する。それらの調理は俺に任されている。つまり俺の一存で全て決められるわけではないのだ。今日は量も多いし、イチゴを分けられないこともない。あら、なんか素直ね。いや、だとしてもただでというわけにはいかない。それは他の連中に対する裏切り行為となるからな。だから美術室を使わせてあげるのが条件だと言ったでしょ。美術室はお前の所有物ではないだろう。故にお前に諸場代を払う義務はない。諸場代だったら私の島荒らしてるんだから払うのが義務ってもんでしょ。美術室が誰の所有物かなんて関係ないわ。所有者かどうかなんて関係ない。縄張りだから金を払えって。貴様は893の国の人か。冗談よ。あんたが諸場代とか言うからでしょ。でさ、これならどうかしら。そう言うと鳥谷は自分のカバンの中からタッパーを取り出す。参加料として申し分ないんじゃないかしら。大きなタッパーが開かれると、そこには見事な。これはタケノコよ。この時期になると実家の竹林に生えてくるのよ。タケノコか。うまそうだな。それにしてもそんなもん取れる竹林がある庭って、実はお前の実家はそんな金持ちだったのか。実家はどうか知らないけど、今日までの私の行動を見てお金あるように見えるのかしら。確かに。でも金持ちほどケチと言うしな。人をケチ呼ばわりとはいちいち失礼なやつね。まあいいわ。で、このタケノコなら申し分ないんじゃない？タケノコか。ちゃんとアク抜きしてあるようだし、すぐにでも使えそうだな。鳥、焼き鳥とタケノコか。最高の組み合わせだな。妄想地区の若竹よ。ちょうど旬で本当に美味しいわよ。ふむ、確かにこの時期はタケノコの旬ではあるし、そして見事なタケノコでもあるが、むむ。どうでもいいけど、あんまり悩んでる暇ないんじゃない？そう言われてみれば確かに時間の余裕はない。いつもより大きな焼き鳥缶みたいだけど、だからといって味は同じでしょ。だったらこの見事なタケノコがいいアクセントになるんじゃない？悪くない条件でしょ。さあ、とっとと決めなさい。見透かしたような顔。その表情にムカつきもしたが、やはりタケノコの魅力は捨てがたい。春の採れたてタケノコはさぞかしうまかろう。確かに鳥谷が言う通りだ。目の前でタケノコを見せつけられると、いつもの焼き鳥だけのご飯がくすんで見える。これほど見事なタケノコであれば他の2人も納得してくれるだろう。わかった。とりあえず時間がない。鳥谷はそこのハサミでタケノコを手頃なサイズに切ってくれ。ハサミでって包丁は？んなものあるわけないだろ。さっさと切ってくれ。俺は米を取る。分量はいつもより多めの6合。鳥谷、文化鍋。人使いが荒いわね。まだタケノコを切り終わってないんだから、ちょっと待ちなさいよ、ったく。そもそもなんでタケノコを持っとったんやろ。タケノコだけを持っとったんやろ。しかもアク抜きしてやるやつ。こいつ確信犯だな。鳥谷が文化鍋を用意する。その間にガスコンロをセット。文化鍋に米と適量の水を入れる。そこに鳥谷が切ったタケノコ、さらに焼き鳥タレ味。缶をひっくり返して無造作にぶち込む。うわ、うまそう。しかし文化鍋でお米なんてよく炊けるわね。慣れれば簡単なもんさ。だいたい文化鍋で米炊いた方がうまいに決まってる。ガスと電気じゃ火力が違うんだから。それよく聞くけど、電気釜よりガス釜の方が美味しいって本当なの？これはマジ。ああ、標準米がコシヒカリ並みの味に変わる。そんなに変わらないでしょ。まあ試してから意見すればいい。さあ一気に沸騰させるぞ。沸騰まで何分ぐらいなの？いつもなら5分といったところだな。まあ分量が多いから多く見積もって7分。鍋の蓋がゴトゴトと揺れ始める。沸騰で持ち上げられている音だ。そろそろだな。俺は蓋が持ち上がらない程度、少しだけ蓋が揺れる程度の火力に調整する。さらに重し代わりに油壺を置く。その油壺、そんなことに使ってたの？ああ、これか。デザインが凝りすぎて重すぎるって不評なんだけど、これが飯を炊くための重しにはちょうどいいんだよ。油壺とは油絵用の溶き油を入れる容器のことである。だいたいパレットの横につけるため軽量なアルミなどで作られているが、この油壺は真鍮で作られており、さらに厚みも半端ではない。確かにね。それ筋トレ用の油壺なんじゃないかって思うほど重いけど。まあそういう意味合いだったんだけどな、もともと。何それ、どういうこと？いや、こちらの話だ。ナウと会話をしている間に蓋から湯気がほとんど出なくなってくる。水分がほとんどなくなりつつある証拠だ。俺はさらに火を弱める。これ以上の強火は焦げ目を多くしてしまう。本当に手慣れてるね。まあ数少ない取り柄が貧乏飯だからな。数少ない取り柄ね。そんなセリフ聞いたら日本中の絵描きが本気であんたを殺したいと思うんじゃないかしら。んなバカなことあるかよ。十分ありえるわよ。おっと、バカ話している場合じゃない。水気がほぼなくなる瞬間、一瞬だけ強火にしてから完全に火を落とす。最後に火を強めるのは最後の水気を蒸気に変えるためだ。できたの？この話だけでご飯炊けそうだよね。バカ、触るなよ。これから蒸らしだ。だいたい10分ぐらいだな。10分か。でもそれだと食べる時間なくない？ああ、だから遅刻する。はあ？何言ってるの？私は遅刻なんてする気ないわよ。だったら食うのを諦めるか？残念だったな、鳥谷。そんなわけないでしょ。そうだ、このタッパーに入れなさい。鳥谷は先ほどタケノコを入れてたタッパーを取り出す。なんだ、お前も他の2人みたいに後で食べる気なのか？他の2人とは当然若田と購買部のおやっさんである。若田は同時刻に食べることが多いが、おやっさんは昼休みが終わってからでないとここに来られない。購買部が完全に終わってからの食事となる。あんたみたいにお気軽に遅刻なんてする気にはなれないわ。あとこれ。なんでタッパーが2つ？あんたの分よ。何言ってるんだよ。そんなの必要ないぞ。俺はマイ茶碗持ってる。アホ。とりあえずタッパー貸すからこれに入れて一緒に授業出る。で、授業が終わったら食べるの。はあ？いいよ。俺のことはほっとけよ。ほっとけるわけないでしょ。だいたいあんた学費とかもったいないと思わないの？そうかもしれんが。はあ？弓張りって私立よ。学費だって公立とは比べ物にならないのよ。そうかもしれんが。お金に困ってるって言っても所詮その程度ね。授業料にカリカリするほど貧乏ではないってことかしら。授業料にカリカリするほどの貧乏ってなんだよ。うるさいわね。いつでも貧乏貧乏、金がない金がない言ってる割には金にいい加減ってことよ。あんたは典型的な底辺になるタイプだわ。なんでそんなことまで言われなきゃならん。お金ないくせに学費無駄にするとか信じられないわ。貧乏人の無計画なんてまさしく底辺思考じゃないの。すごい心折りに来たな。などとどうでもいい議論をしてたら10分が経っていた。蒸らし時間終了。とうとう炊き上がる。じゃーん、焼き鳥の炊き込みご飯。本当に美味しそうね。うまいに決まってるだろ。俺たち3人は週の半分ぐらいこの炊き込みご飯だぞ。栄養が偏りそうね。だが今回はさらに春の採れたてのタケノコ入りだからな。うまいだけじゃなくって栄養の偏りも緩和されたはずだ。タケノコだけで緩和されるわけないでしょうが。とりあえずこれを炊きたてで食わないなんて鳥谷はバカだよな。そんなに炊きたてって美味しいの？当たり前だろ、文化鍋だぞ。そりゃ炊きたてが一番うまい。というか冷や飯と比べ物にならないぐらいうまい。そうなんだ。待って、このパート米炊いてるだけで終わりそうなんだけど大丈夫？20分くらい経っとくけど。ほれ、タッパー貸せ。入れてやるから、お前は大切に次の休み時間にでも食べてろ。とりあえずよそいなさい。かわいいな。そうだな、時間ないもんな。タッパーに詰めてやるから、冷えたご飯を後で堪能するといいぞ。鳥谷がじろりとにらむ。少し調子に乗りすぎた。鳥谷の目つきが少し怖い。とりあえず俺は鳥谷の分をタッパーに詰めてやる。ほら、予令が鳴ったぞ。急いで教室に戻らないと遅刻するぞ。一口だけ。かわいい。何が一口だけだって？何笑ってるの？不愉快な男ね。一口だけ味見してから行くのよ。文句あるかしら？かわいい。やべ、誠超かわいいやん。いや、文句はないぞ。一口で済むのであればな。当たり前じゃない。一口だけよ。どうだ？鳥谷の箸を持つ手が震えている。そりゃそうだ。こんな待たされて出来たてのこの焼き鳥の炊き込みご飯を一口でも食べたら耐えられるものではない。彼女は心の中でこう叫んでいるだろう。涙が出る。犯罪的だ。うますぎる。体に染み込んできやがる。マジほといの焼き鳥炊き込みご飯のためなら強盗だって。耐えられるもんじゃない。このうまさに、この欲望に。くだらないこと考えてない？一応は皆勤賞なのよ。こんなことで遅刻なんてできないわ。確かに美味しいけど、皆勤賞を逃すほどではないわね。そうか。何を不思議そうな顔してるの？当たり前でしょ。いや、俺はこのご飯のためだったら遅刻もいとわないから。それはあんたの意志が弱いだけでしょ。あんたと私を一緒にしないでくれる？まあ確かに鳥谷は皆勤賞だったもんな。結構真面目だもんな。真面目とかと違うわよ。お金が単純にもったいないだけ。授業料だけでも年間60万近く払ってるんだから。ちなみに初年度だと入学金が20万上乗せされるのよ。予令が鳴っとるにすごいなんかダラダラ話すね。大丈夫？年間で60万なんだ。それって1元分あたりいくらぐらいになるんだ？まあ入学金とかもあるし、その他諸経費とかもあるから一概には言えないけど、授業料だけだと500円ぐらいかしら。500円か。結構高いんだな。一発500円か。確かに高いな。だからあんたもサボるとかやめなさいよ。金言う割にはそういうところでだらしないんじゃお金なんてたまらないわよ。でもこの味とかプライスレスじゃね？ 500 円より価値あるだろう。さあね。私は授業の時間が大事。それじゃあ。え？だよね。立ち上がろうとした瞬間に本鈴が鳴る。なんか遅刻だな、鳥谷。あんたが変に話を引き伸ばすからでしょ。急げば間に合うかもしれないぞ。当然ダメな可能性が高いが。あんたね。席を立った鳥谷がすごい形相で近づいてくる。え、すみません。鳥谷が片手を上げる。殴られると思ったが。もう少しよそいなさいよ。振り上げた手でタッパーをつかみ、俺に差し出す。あんたのおしゃべりのせいで遅刻したんだから、もう少し量増やしなさいよ。うまかったんだな。俺のせいだけじゃないだろう。お前が俺の話なんて無視して教室に向かえばいいだけで。んなことできたらやってるわよ。できなかったからこんなことになってるんでしょ。なんか怒られた。というか、お前ならそれぐらいできるだろう。俺が知る限り、最も傍若無人キャラ設定だぞ。とりあえず、もう少し食べる。お前、その分量だと気持ち悪くなるぞ。いつもすごい小食だろ。1回の授業料は500円ぐらいよ。元は取らないともったいなさすぎるわ。開き直った。それで、なんでこんな制度が始まったの？めちゃくちゃ持っとるやん。ああ、この炊き込みご飯制度か。炊き込みご飯制度。まあ、その言い方がしっくりくる。もともとは俺が昼休み過ぎに購買部に行った時からだったと思う。パンなんか余ってないか？もう店じまいだ。というか授業始まってるだろ。授業は始まっているかもしれないが、俺は腹が減っていてだな。そうか、わかった。とりあえず我慢するんだな。世の中全てが自分の思い通りになると思ったら大間違いだ。そのあたり学生っていうのは甘いからな。なるほど。そう言われると立つ瀬もない。売店のおやっさんはレンジでチンするご飯と焼き鳥の缶詰を食べていた。それ、ほといの焼き鳥、塩味か。ああ、そうだ。塩味はうまいな。俺はこれが一番好きだね。まあ、うまいといえばうまいが、ただそれだけだな。ただそれだけってなんだ。うまければいいだろう。確かにうまいのは重要だが、汎用性の高さというのも食材には重要だ。汎用性？なんだそれ。おといの焼き鳥。最もメジャーでありながら、最もコアなファンを持つ焼き鳥の缶詰。1970年という激動の時代に生まれて以来、ずっとトップランナーであり続ける存在。世界初の焼き鳥の缶詰。故にこの缶詰にこだわりを持つものが多い。塩味がいい。いや、タレ味だ。タレ味辛口だ。いや、ここはガーリックペッパーで。柚子胡椒だって捨てがたい。この手の B 級グルメは安いがゆえにそれぞれ個々に深いこだわりがあったりする。俺はそれこそ発売当時からこの缶詰を食ってきた。その俺が最も愛するのがこの塩味だ。お前みたいな若造が知った風な口を聞くな。まあ言わんとすることはわかる。だが、いつもそれじゃあ寂しくないか？いつもじゃねえよ。サバの味噌煮の時だってあるし、水煮の時だってあるし、サバの味噌煮の時だってある。もちろんサンマのかば焼きの時だってある。どっちにしろ缶詰だな、このおやっさん。その焼き鳥、もっとうまく食いたいと思わないか。もっとうまく。なんだそりゃ。その言葉のままだ。俺だったら、あんたがいつも食っているのとは違う、すげえうまい食い方をその焼き鳥缶で提示できるぜ。なんだそりゃ。ガキは黙ってろ。例えばだな、それで作った炊き込みご飯とかどうだ？炊き込みご飯？そうだ。その場合は塩味よりもタレ味の方がいい。どうだ、想像してみろよ。タレ味の焼き鳥缶が染み込んだ炊き込みご飯の味を。ふん、なるほど。それでお前は汎用性がどうこう言ってたわけか。ああ、親子丼にするにも何でもタレ味の方が汎用性は高い。親子丼？ああ、卵を用意してくれれば作ることは可能だ。他にもいろいろな食べ方ができるぜ。おやっさんは焼き鳥缶で作られているいろんな料理を想像してよだれを垂らしそうになる。が、だが学校じゃ調理器具などないだろ。家帰った後なら自分でやるわ。普通の学校ならな。だが俺には心当たりがあるんだ。どうだ、この話乗ってみないか、おやっさん。んで、お前の名前は？草薙直哉だ。草薙？草薙だと？なんだよ。おやっさんは俺の顔をじっと見つめる。そして、わかった。この話、乗った。なるほど。調理器具ね。それでうちの顧問に白羽の矢が立ったわけ。そうだな。迷惑な話ね。うちの顧問を巻き込むなんて。バレたら美術部の存続に関わることよ。でも奴は大喜びしてたからな。確かに危険な賭けではあるけど、若田先生はこの企みに乗らざるを得ないわね。若田は単なる非常勤だからな。教師とは言ってもガネがない。いいえ、そうじゃないわ。もっと単純な話よ。この炊き込みご飯は美味しいわ、とても。だから私が授業を遅刻してしまっても仕方がなかったということかしら。やっぱりうまかっただろう。まあまあだったかしら。素直じゃないね。さっきすごくうまいって言ってただろう。そう、気のせいじゃないの。かわいい。なんだそりゃ。それより草薙はなんで絵も描かないのにこの美術室に入り浸ってるのかしら。入り浸ってるってわけじゃねえよ。それに炊き込みご飯は調理器具はここにしかなかったから。調理器具ならそれこそ調理実習室とかにあるじゃないの。そんな場所で作ったら一発でバレるわ。だとしても他にもいろいろ理由つけてこの美術室によく来るじゃない。もともとはお前らが無理やりここに連れてきたんだろうが。最初？ああ、そうね。最初にあんたに会った時に確かにこの部室に拉致したわ。拉致とかするなよ。あの時はビビったわ。話したこともないやつにいきなり怒鳴られて。あんたが草薙直哉？あんた、なぜ美術部に入らないとか意味不明な行動をとるのかしら。怖い。テーブルを叩きつけて、そんな単価を切られてもとか思ったぞ、あの時は。だって意味不明だったんですもの。あれほどの才能がありながらうちの美術部に入らないなんて。才能があろうがなかろうが、そんなもん他人が決めることじゃない。どこの部に所属するかなんぞ俺が決めることだ。だとしても私には納得できなかったのよ。なんだよその言いぶりだと。もう過去形みたいだな。もう諦めてくれたのか。諦めるわけないじゃない。今だって納得なんかしてないわよ。だいたい私はそんな物分かりは良くないわ。もう3年なのにまだ諦めないのかよ。諦めるわけないでしょ。あんたは知ってるでしょ。鳥谷誠はわがままで何が何でも自分の思い通りにしないと気が済まない。そうでしょ。俺を指さしながら強い口調で鳥谷が断言する。俺は一瞬あっけに取られた後苦笑いしてしまう。なんでも思い通りね。何それ。なんであんたは含み笑いしてるのかしら。いや別に。この前崩したイーゼルの束を見つめる。崩す前よりも綺麗に整頓されている。多分あの多数のイーゼルを指で撫でても窓枠と同じように埃一つついていないのだろう。お前こそ本当に美術室好きだよな。別に、ただたむろする場所ってここぐらいしかないだけよ。確かに快適ではあるよな、この美術室は。快適でしょうね、そりゃ。誰かが一生懸命に快適にしてくれてるからな。何それ。別に。分かったわ。とりあえずあんたはここの居心地がいいから入り浸っている、そういうわけね。ああ、そうだ。なるほど。それだったらいいわ。さてと、そろそろ授業行こうかしら。あれ、全部食べないの？バカ。授業は全体の3分の1までなら遅刻にカウントされるのよ。そろそろ行かないと欠席扱いになるわ。ケチだな。そうね。私はケチよ。わがままだしね。だから覚えておきなさいよ。何を？たまにそのご飯、私にも食べさせなさい。ここを使わせてあげるんだから。これは命令だから。かわいい。それと、放課後、今日も美術部は大々的に勧誘をやるからね。はいはい。ははは。そいつは確かにケチだしわがままだ。おお。選択肢が来た。まあ体験版だからぶっちゃけ、なんだろうな。攻略云々っていうね、個人ルートに行く云々ってあれではないけど。ああ、でもどっちもどっちだよな。どっちも腑に落ちるな。うん。ああ、どっちかな。確かに、だって、ああ、悩ましいな。どっちがいいかな。どっちがいいかな。両方全然ありだもんな。これ困ったな。どうだろうな。けどな、こっちかな。うん、極端なお人よしでもある。だけど、極端なお人よしでもある。何よ、それ。なんでもないよ。それよりも授業出るんだろ。そうよ。急ぐわよ。へいへい。